たつまみ、最後の最後にやらかす。もはや可愛い。最後の最後までファンを楽しませる立浪さん。エンタメ要素を忘れない素晴らしい監督。今回は介護担当の淳が機能してないんか？淳は何してんねん。もう申告忘れするのかわいいな。立浪監督の持ちネタになってるやん。俺は好きやぞ。今日は立浪子だ、発動しんかったんやな。まあ打つ方はなんとかなったのでセーフ。板山が頑張ったから申告忘れは帳消しにしよう。采配面も稀に成長を感じるからいいや。成長してるようで、実はあまり変わっていない監督さん。もう3年目なんだし頑張ろうぜ。アツシは何してんねん。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。